さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日私は横浜にあるですねホテルニューグランドというところに来ております。今日はその部屋からお送りしておりまして、一泊しました。今カメラが設置してありますけど、この近くでですねガンダムファクトリーっていうイベントが開催されていて、そこで多分ニュースでも見たことある方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、等身大のガンダムがね動くっていう、そういう催しがされています。で、現地に行けば間近からガンダムが動くのが見れるんですけど、ここのですねホテルニューグランドの一室がですねガンダム仕様に改装されていまして、いろいろ内装がちょっとガンダムに凝ったものになってたりとか、あとこっから見える風景でですねガンダムが動くところが見えるんですよ。だからそれをタイムラプスで撮りたいなと思ってですね、私もガンダムすごい好きなので、一ガンダムファンとしてちょっとこの部屋に興味があったのと、ここから見える眺望からですねそのガンダムを撮影したいなと思って今日ね自費で一泊しております。はい。で、昨日は天気が悪かったんですけど、今日は天気が良くって11時とか12時とか、きっかりの時間帯にこう1回動いて止まって30分経ったら戻っていくっていうサイクルみたいなんですけど、なんかね今ね30分ずれてるんですよね。これからまだ動く時間帯になるはずなので、さてどうなることやら。こっからの景色すごいいいですね。スカイツリーも見えるし、夜は夜景も綺麗でしたし、山下公園っていうところが近くにあって、で港なんで船がねいっぱい行き来して、それもタイムラプスで撮るのがすごく楽しかったですけど、じゃあ引き続きガンダムは動くのを待ちたいと思います。はい。で今はもう1台だけでやってますね。さっきまでねもう1台出したりしていろいろ広角気味にとか標準ズームぐらいで撮ってたりしてたんですけど、今もいろいろ機材を片してこの1台でもう一発勝負っていう感じでやっています。ちょっと機材の話をすると、今これ XS10 ですね。 XS10 にこれプロタイマー3っていうインターバルメーターってやつですね。これレリースに送るやつなんですけど、ビクセンの FL55 っていう望遠鏡にこのレンズスカートっていう横から光が入るのを防ぐやつですね。広角レンズの時はヨシミカメラさんの忍者レフってやつを使うんですけど、望遠レンズの時はどうしてもこう窓からこう離れて設置することが多いんで、忍者レフだとちょっと足りないですね距離が。だからこのレンズスカートってやつを使ってるんですけど、ただねこれ昨日撮影してて分かったんですけど、こいつですね曇るんですね。ここの縁に沿ってこの内側が曇るんですよ、ガラスが。でそれで朝焼けの氷グリルミスったので、次は多分ベストはねこうカーテンかぶせてやるっていうのが多分ベストだと思うんですけど、昨日はそれを知らずにですねこれで撮影しちゃって、朝方この中が曇っててガラスが台無しでした。待ち時間暇だったのでもう一個設置しちゃいました。山下公園の人がたくさん行き交う感じ。そろそろ動くかな。あ、動いた、やった、よかった、やっと出てきた。これはちょっと透明すぎてわかんないかな。しゃがんでる。これ今ね、300ミリぐらいかな。で、このぐらいの画角で撮れる感じですね。こっから、今ね、5分ぐらいかけてこう、座って立ち上がるっていうイベントをやって、このとこう指をこうね刺すんですよ。でそっからしばらく経って、また
30分経ったら戻っていくっていう、そういうスケジュールみたいですね。無事撮影が終了しました。これがチェックアウトなんで、急いで機材を片したいと思います。じゃあまた後で、ホテルを出まして、これから、もう一撮影していこうかなと思います。あのビル結構こう高いところから撮りたいな。もう正直あんまり、アクセスのあるガンダムを間近でご覧ください。トレーラーショップをご利用いただけます。ぜひご乗車ください。ガンダムファクトリー横浜へご来場いただきましてありがとうございます。もう痛い痛い、でかいね、でけえ、でかい、めっちゃでかい。ガンダムの起動実験まであと10秒、なぜ涙が出る。いやなんかジンときたなんでだいやはあ、泣いた。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ガンダムファクトリーも横浜ホテルニューグランドのガンダム部屋もですね、思い切って行ってみて本当良かったですね。あれガンダムファンならマジで一度はですね、生で体験してほしいなって思います。まあ、ガンダムファクトリーの中も売店とかカフェがあってですね、まあ本当いろんなところ細かい装飾品が散りばめられているので割と長居できちゃいますし、ガンダム部屋、あちらもですね、私みたいに写真撮る人にもいいですし、もう単純にもう内装がめちゃめちゃ楽しめます。まあ、写真撮る人は忍者レフはまあ必須ですね。であと私行った時はですね、フィルムが右と左で違うものが貼られてて、右側の方が綺麗に映りましたね。まあ、そこ注意してみてください。それから双眼鏡あった方が絶対です。部屋にはオリジナルのオペラグラスがあるんですけども、倍率が全然足りないので8倍とか10倍ぐらいのね、双眼鏡があるといいと思います。今日宿泊したホテルの URL などは概要欄に貼っておきます。
それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。